岸信夫前防衛大臣が次の衆院選に立候補しない意向を固めたことが分かりました。岸氏はすでに政界を引退する考えを自民党幹部らに伝えていて、後継として長男の信千代氏を擁立する方針です。岸氏は安倍元総理大臣の実の弟で、2020年9月に発足した菅内閣で初入閣して以降、岸田内閣でも防衛大臣を務めていました。その後、体調を崩し、今年8月の内閣改造で交代してからは、国家安全保障担当の総理補佐官に就任しています。